Indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. Unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. はい、どうも、今週からです。ダークソウル3ですね。実況をしていきたいと思うんですが、最初にちょっとルールを作ったので、それを説明しておこうと思います。タイトルにもあるんですが、この実況においてね、死んだら終わりというルールでちょっとやっていこうかなというふうに思います。まあ、ダークソウル3はね、まあ、ダークソウル系はね、すぐ死ぬゲームなんですけども、そこはもうあえて死んだら終わりっていうふうにね、縛って、もうすごい慎重に。いやでも逆に積極的に行こうかなっていうふうに思ってます。行きますか。じゃあ名前入力しましょうか。はいはいはい、名前ね。ヒカルですよ。ヒカルですよ。ヒカルで行こうか。ヒカルで行こうか。おい、オッケーオッケー、確定確定。はい、男性ですよ。もちろんね。あ、若年か壮年か。お。何が方もわからんけど、まあとりあえず若年で行こうか。若き騎士か、それとも傭兵か。おーおー、全然ちゃうやんけ、全然ちゃうやんけ。戦士、お、めっちゃ前衛系多いな。伝令、お前あかんやろこれ。伝令係あかんやろこれ。ダサいなこれ。この衛兵かこれ、お前。俺はあかん、下っ端やんけこれ。召回復の奇跡を使う。あ、これ回復系か。ぬすっと。お、だがね。おー。突剣に加え、魔術をも、たしなむ。資格。おー、ええな、ちょっと忍者っぽい感じかな、若干ね。股間だけ見とく。股間で決める？あー、この股間ちょっとあんますかへんな。呪術師か、あかんな、この子は。でも、聖職者、あかんな。ああ、これかな。なんかやれへんかな。これはあかんわ、きつい。戦士、傭兵、騎士、接近戦の方が面白そうやな。双極拳、
どんな武器装備？おー、ダブルセーバーか。ほう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 。面白そうなダブルセーバーね。四角もおもろそうなんやな、これ結構。結構これかっこいいよな、普通に。四角でいこうかな。これでいこっかなと思います。どうしよう、それでいいかな。オッケー、これでいこうじゃあ。よくわからん。新しいね、ちょっと職業でいきましょう。素性でね。服装品？あ、もらえるやつか。あー、これすげえ大事やな。決めた祝福。はい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 。おー、これレベルアップアイテム。一発目からか。主なきソウル。あー、どうしよう。死後の幸運を祈る？はい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 。まあでもここ生命の指輪かな、やっぱり。正直ね。ガチでやろうと思って生命の指輪ですね。そのガチなんでね。ダークソウル2は俺も一度全クリしてるんでね。はい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 。ちょっとあかんな。おー、めっちゃガツが。ああ、ちょっとな、アジア系になってたな。カタリナのイメージ。あ、すっきりしたな。竜の偉人顔。なんや、これ。潰れてもどれやんか、これ。やかんやろ、これ。さすがに。もう見えとんかが分からへんぞ、これ。ほんまに。いたん？他と違う、異形の顔つき。正義のね、まるで亡者のような顔つき。あかんか、これも、これこそ亡者や。もう、白すぎやろ、お前。デビさん？デビスカルノか？平民か。あー、ちょっとなんかこれはな、お声風？貴族か。金髪も多い。あー、これ以上級じゃ貴族に。金髪したいから、俺。髪の毛の色。色と変えれんの、これ。変えれるような色。あー、ガリガリやないか、お前、標準でも。ちょっと痩せすぎやな。たくましちょっと太ったな。とてもたくましい。おー、いかついな、上半身。下半身がたくましい。上半身たくましい方がかっこいいな。やっぱこれでね、行きましょうか。詳細決めようか。年頃？あ、これね。声。あ、大事大事大事。ん？声は？言ってもだけど。どんな声しとんの？全部もう若く見えへんけど、まあ、これでいいか。体質？お、筋肉量？お、腹筋バキバキやん、これ。ええな。汚っ！汚すぎるって、体毛。体格？頭部。お、顔ちっちゃくできるんや。なるほどね。顔ちっちゃ、これ。はぁ、あ、はぁ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 。なるほどね。足もうちょっと太った方がいいかな。いかついな、これ。見てよ。これで OK やから。OK。あー、肌の色ね。ん？め、なんじゃこれ。やば。メタリック？メタリックやば。これ逆にかっこよくない？これ。これ逆にかっこいいんちゃう？髪の毛の色と変えれんのかな？顔つき。あ。髪の毛の色変えたんやけどな。あった、これか。これや、髪。色変えた、色。髪、あった！来た！金髪したいんて。ちょっと。もっと金髪っぽくしたいな。あ、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。これ、こんな感じかな。オッケー。こんな感じで、髪型は、お、いかつい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 。ベッカムヘアみたいな感じで。あ、それともこっち、いやー、おかっぱあかんな。ちょっと吐きかけのベジータヘア、いっとく？髪型どれでいこうかな。ちょっといかつめていきたいな。女っぽいな、これちょっとな。ダサいな。あー、ちょっと、攻め込むか、一回。オッケー。オッケーオッケー。これでいこう。よし、ええな。特徴付け？なや、これ。ああ、もうこんなんええわ。似た顔。これで、瞳。ああ、目の色大事やな。両目の色ね。やっぱ青がいいかな。ああ、いいね、いいね、いいね。右目の色変えれるんか。え？おお、すげえ！おお、これ。シャリンガンみたいなのあるやん。ああ、若干大きさ変えれるわけね。なるほど、なるほど。化粧。あ、入れ墨とか欲しいな。入れ墨入れとこ。ん？どこどこと入れ墨どこ？どこに入ったん？どこに入ったん？え？
どこ？ん？後ろ？どこに入れ墨入ったのこれ。ちょっとわかりづらいな。ほっぺた入ったか。あ、わからんのかこれ。肌黒すぎて。もしかしてこいつ。これでいいか、じゃあちょっと。あ、そう、色があれなんか。わかりづらい感じ？あ、あ、あった！なんか額の上になんか浮かんどる。うっすらと字が。オッケーオッケー。ちょっとじゃあ顔ちょっとな、肌色ちょっとおかしいからこれ。あ、浮かんだ浮かんだ浮かんだ。ちょっと普通にしようか、じゃあ肌色。あー、ちょっといかつ、あー、これぐらいかな。ちょっといかつめか。普通にしよっか、じゃあ。普通でいいわ、肌の色は。オッケー、これでいいわ。いかついやん。結構男前やん、これ。まあまあ、あとね、目の特徴？いかつめの目にしたいけど、あんまないんやな、目が。なんかそのすごい、なんかいい目が。なんかあんまない、魅力的な目が。まあ、あとこれは、もうこれでいいか。外見保存ね。オッケー。あ、これでいいか。オッケー、完璧でーす。髪型もうちょっと変えようか、ちょっとじゃあやっぱ。ちょっと髪の毛大事やな。すげえこだわるけどごめんな。あ、眉毛変えてんかったわ、今思ったら。あ、眉毛大事。うわ、ちょっと濃いな。ちょっと強そうな感じしたいな、やっぱりな。あ、これぐらいでいいわ。眉毛の色もまあ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 、金でしょうね。まあ、これぐらいでいいかな。で、髭。あ、髭欲しいな、髭。あ、いいね、いいね、いいね、髭。あ、ダンディなるね。ダンディズムがここにあるよな、きっちり。ヒゲは、あ、これぐらいかな、ちょっとシャープな感じでね。ヒゲの色。色か。まあ、色も別に似たような感じで。これがいいかな。まつげ。まつげ大事？あ、わかりにくいからこれでいいか。おい、クソ男前じゃないこいつ。クソかっこいいやん、お前。バリガツいぞ。めっちゃ男前なんで来てたぞ。オッケー。はい、完璧。いや、こいつ男前やな。オッケー。よし、これでいこう。あ、いいね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 。作成終了だ。ベッカムみたいな感じになったぞ。オッケー、行きましょう。よっしゃ、行くぞ。ここから新たな冒険が始まるダークソウル3。いやー、楽しみやな。どんなとこから始まるやろな。またなんか前みたいによう分からんとこから始まるんかな、これ。どんな感じなのかワクワクしますね、ダークソウル3ね。イベントから始まるんか？何これ何これ。早速なんかダークソウル3ですみたいな感じのステージやん、これ。雰囲気やばいやろ、ここ。なんかおるやん。これ何こいつ、こいつ何？俺これ。これが俺か？何こいつ。さっきの俺？これか俺？あ、これが俺？あ、俺か。あ、懐かしい！あ、あ、縦こっちなんや。めっちゃ前出すやん、縦。ほっ。で？あ、両手持ちね。おー、両手持ちこれか。はいはいはい。おー！おー、いかついな、いかついな、いかついな、両手持ちね。はい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 。で？オッケーオッケーオッケー。よし。なんとなく分かってきましたよ。あ、ジャンプも一緒やね。変わってない。オッケーオッケー。オッケー行こう。メッセージとか読まんでやろ、こんな。俺やぞ。これ敵かこれ。敵これ。うわ！敵かこれ。敵か？弱っ。弱かった。これ敵？死んどる？弱いな。うん。雑魚が。オッケーオッケー。ザコメが。どっちだ？おいおいおい。敵を。ほっ！へい、弱いなぁ。おもろ。人間って面白。お、板わさる。エストの配便。これ回復アイテムやな、確か。ちょっと待って。オプションどれやったっけ？三角じゃない。オプションは、あ、これかこれかこれか。ダークリング。あ、ちょっと、装備。命の指輪つけとこう。あ、ついとる。ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね、いいね。四角の鎧ね。オッケーオッケー。お、杖持っとんか、俺。左手に。なるほど。一応左手に杖持ってますね。はい。持ってました、杖。あ、杖使ったら隠密使えるぞ。隠密多分これは、あ、おるおる、こっそり動くんですね。敵弱そうやな、これ。
はい。あ、飲んでもた、間違えた、間違えた。飲んでもた、いつも通りの癖で飲んでもた。これ四角ボタン飲んでもあるから飲むなよ。攻撃しとく？あるんちゃう？なんかあるんちゃう？出てこいや、おい。なんか出てこいや。なんかあるんちゃう？この辺に。お、なんか攻撃食らった？お、壊すぞ。ほら、壊せる？お、でもなかった？壊せんか。そう。どこやねん、敵。結構最初からも行くとこ、うおーい！お前。バカが！あ、ギャル！弱えんだよ。くぅしゃあ突き刺すキック。いらんわな、こんなコマンド教えんな。よっしゃ。パリ。あんまこれは知っとるで。よっしゃ勝つ勝つ勝つ。全然敵弱いぞ、今のところ。一発で死ぬからな。全然余裕やな。走るか。こっちか。一応見とく？一応見とく？はいはい、もう大丈夫大丈夫。来いや。んん？ん？ん？あ、落ちた終わりやぞ、これ。落ちた終わりやぞ。絶対落ちた終わりやからな。あ、ちょっとなんか、敵はらへんっぽいな、でもこれ、あんまり。ん？あ、かかり火！来たー！はい、かかり火！はい、バンファイアリー。懐かしいねー。いいねー。まあ、急速、別に HP 減ってないけどしときます？え、どういうこと？急速1って。どういうこと？前は。メッセージ読む。回復エストの補給。あ、エストビンさ、そういえば思い出したエストビンの補給や、これ。大事、大事、大事。え、なんかおるやん、もう、あいつ。いますやん、あいつ。うん、ザコメが。ほっほっ弱えな。弱い。ダッシュにジャンプ。はい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 。ん？これなんかある？あ、これ下降りる感じか、もしかして、これ。いや、やめとくか。まあ、ここはまだ危ないからやめとくか。さ、敵まで弱いな。お、こいつ、一人ぽいほっほっほいほいいいねーこれ強いな早いからな全然落とさへんやな、もうこいつら。落とせよ、なんかお前ら。えっドリアヒッ大丈夫、大丈夫大丈夫ですね。オッケーオッケー、いける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 よ。ちょっとずつ降りていくぞ。もう全然順調に進んどるけどな。え？ああ！危ねえ。はっぷんねえ。どこった、どこった、どこった。ちょっとこったね。お、いけるぞ！このまま進んでいく。はい。おいしょ！おいしょ！おいしょ！いてて、いてて、いてて、いてて！はっ！はっ！危ねえ！あ、敵おらへん？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー！いたあされ。火炎瓶でかい。なんかないんか、ここは。なんかないんかよ。え、これどっち？次どこ？下。下危ないな。死ぬな、死ぬな。これ、行き止まりかこれ。おいおい、下行き止まりか ?HP 早速蹴らされたしよ。くそ。ガードしててよかったな。ガードしながら進もうか、じゃあ。みんな。ガードしながら進もう。あ、こっちっぽいな。あ、あるやん、あるやん。あ、あそこか。次行くところ。ん？こっちか。こっちか。行けるこれ、行ける行けるよな、これ、行けるよな。えい。弱い。ああ！お前、危ねえな、バカ野郎！お！武器ゲットした、武器ゲットした、武器ゲットした。武器ゲットしたぞ。待て待て、武器ゲットしたぞ。強いか、あれ。武器ゲットしたな、さっき。装備できんのかよ！まあ、いらんわ。まあ、今このエストックが早いからな。ん？なんか敵おる？ボスおる？なんかあれ、ボスっぽくね？え？まさかそんな、まさかそんなすぐボスは来んか？誰こいつ？ボスじゃないよな。え、これボスもしかして。え？そんなわけないか。おはようございまーす。剣を引き抜く。え、これもしかしてボス？そんなわけないか。はい、ちょっとね、カットでちょっと一回回復してきました。かがり火までね。で、もうこいつ挑んでみよう。もうこの動画のラストですね、これがね。こいつ挑んでじゃあ終わりますわ、今回。まあ、勝とうが負けようが終わるぞ。ってことでね。で、まあ、一応やっぱもう最強装備ね。まあ多分、火炎瓶おそらく使えると思うんで、火炎瓶使っと、一応持っとくか、これ。まあまあまあ、どれぐらい強いかわかんないですけどね。まあ、エスト瓶と火炎瓶と。できればエスト瓶だけでいきたいところですけどね。
もう正直この魔術師の杖よう分からんからな。この使いこと、全く使えへんやろ、多分これ。隠密使ってたところ、どない声優に話やからな。行くか。多分もうこれボスでしょ。どうせ。もう今までの俺のダークソウル経験のね、なんて言うんですかね、嗅覚がプンプンしてるんですよね。抜きますよ、うん、ちょこちょこちょこピー。あ、抜けてもった。攻撃しとけ。あ、やっぱ攻撃できた。やっぱ攻撃できたよ。危ねえ、待って。ドラコンドラコンドラコン。どういう攻撃、どういう攻撃してる。ほっ、こいつ弱いぞ。わからんけど、弱いんちゃう。おっ、危ねえ。よっしゃ、ガード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 、ディフェンスディフェンス、飛んでこ飛んでこ飛んでこ、飛ばせろ飛ばせろ、これ飛ばせろ。おっしゃ、おっしゃ、おい、オッケー、でかい声食らったらあかん。ほっほっ、うまい。よし、飛べ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 、いける？何こいつ、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 いてててて、あっ、ほれほれ、もう、いける、いけるか、敵どこ？勝てる！勝てる！勝てる！どこ？勝ったー！勝ったぞー！来たー！螺旋の剣ゲットした！来た！来た！勝ったー！結構余裕で勝った。え、HP めっちゃ高くなってない？気のせい？うわ、勝った！やった！よっしゃー、ラッキー！来たー！あー、螺旋の剣！あー、あれアイテムか。そういうアイテムちゃうんか。重要アイテムか。うわ、買ったぞ、買ったぞ、最高、買ったぜ。来たー。はー、よかったー、よかったわ、いいなー、買ったでー。ともそ来たー、バンファイアリーって、いやー、最高にいい終わり方できましたねー。はい、というわけで、とりあえず今回はパート1だったんですけどね、なんとかね、もうよくわからへんボスいたんですけど、一応撃破できて、今回はまだ終わることなく続けるそうですね、次回もね。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。